後ろの方に見えている水色の小さなお魚はですね、レバスズメダイというお魚になります。もう少しするとですね、黄色のお魚も見えてきます。そちらはですね、ナイオウスズメダイといいますね。少々お待ちください。水色の群れがですね、レバスズメダイ。黄色いのがですね、ナイオウスズメダイ。ちょっと数少ないんですけどね、黒と白がミスジスズメダイというお魚になります。それも小さいんですけどね、ほぼほぼも大人のお魚ですね。大体2、3センチのものが大人のお魚になります。空港やホテルのロビーなんかで観賞用としてですね、飼育されることが多いお魚ですね。では、真ん中の方ですね、後ろの方にも見えている茶色いサンゴはですね、カエンサンゴと呼ばれるサンゴになります。非常に毒性強いです。触れると火傷したようにかぶれることからカエンサンゴなんて言われてますね。他のサンゴもですね、わずかながら毒を持っているものが多いです。もしですね、滞在中遊泳される際ですね、サンゴにはあまり近づかないように気をつけてください。
3メートルぐらい深くなってますね。この辺りから流しながらですね、お魚やサンゴを見ていきたいと思います。そうですね、この辺りウミガメが多いのでね、ウミガメが見れば見えるかもしれないですね。あ、いました。泳いでました。あれよね、これ今ちょうど病床ですよ。
埋まってるやつ。あれです、あれです。埋まってるやつ。埋まってるやつです。おー、うまいこと。本当にうまいこと食べたいね。そういう意味で。
後ろの方から茶色いふわふわ
ました。イソギンチャク見えてきます。イソギンチャクの中にはですね、映画見物モデルになったお魚ですね、隠れクマが見かされています。探してみてください。こちらの隠れクマの実ですね、真似てくるのが全て生まれてきます。成長するにつれてですね、体は大きな毛がですね、変化します。こちらは高級食材の社交貝ですね。こちらの社交貝でですね、年間成長約1000兆となります。この大きさになるまで大体ですね、50年から60年かかったと言われていますね。
勝利ください。本日はご乗車いただきありがとうございます。ありがとうございます。この後もご旅行ありがとうございます。ありがとうございます。